で、今日はですね、ちょうど、すごい綺麗にできてるんだけど、あ、ここ惜しいみたいなところがあって、ちょうどそれを伝えたくて、こちらを、はい、やってきます。私の今日のやることメモがバレる。よし。で、今日はですね、ちょっと名前はあれ出さないですけどオンラインサロンの中で、お名前わかると思います。入ってる方だったら。そう、なんかね、すごい綺麗にできてるんだけど、あのキューティクル際が結構多いんですけどね、キューティクル際の、あのどこまで乗せたらいいんだろうみたいな方が結構いらして、で、今って一級がね、ハンド受験なんですよ。知ってますか皆さん、ハンド受験見えるのかな、横で写します。はい、そうそう、ハンド受験になっていて、あれ、リップはどこ行った、あったあったそう、ハンドって人じゃないので、なんかここがやたら深かったり、まあ隙間できないものもあるんですけどね、あのやたらここのキューティクルポケットができないぐらいのはずのキューティクルポケットっていうか、なんかトンネルみたいなぐらいのポケットができてしまうハンドとかね、チップとかも多くて、なのでなんか見てると結構あの奥まで、このいやいやそこはいけないだろうっていうぐらいの奥まで流し込んじゃう方が結構ね多いんですよ。で、奥まで流し込んじゃうとファイルで段差を取ろうと思っても、まあまあ削れないというか届かないので、なので、どこまで載せたらいいのかなっていうご質問がちょうどありましたので、ちょっとそういう部分をお伝えしていきます。で、ワンボールは、そうですね、今回10月受けられる方は結構ワンボールは皆さんできてきたんだけども、今度2ボール、3ボールになるとなんか量がわからなくなったり、ここのサイドにね、引いたりというか、筆を引くときに、あの、サイドウォールに流れちゃって、まあ、人だったら、いや、もうくっついてるよ、みたいなぐらい流れ込んでいたり、うん。あとは、ま、そうですね、そういう部分無理やり削れないこともないんですけど、無理やり削ると、まあ、ハンドも削れるし、まあ、人間だったら血出るし、なんだったら、あれですよね。よいしょ。まあ、つけた直後、からリフトするっていうことになるので、そういった部分の、まあ、見直しがてらやっていきましょう。で、まずどこまで乗せるか問題なんですけども、そのハンドによってね変わりますよね。ハンドによってすっごい深い人もいれば、いやいやそんなに深くないし、チップあの隙間空きませんみたいな人もいるので、これはね、あのシャレドアのハンドにスペースネイルのプライマリーチップを貼ってます。で、そうすると、どうかな？まあ、でも多少入る。こう、例えば筆だったら結構入っちゃう。筆だと、まあね、こう厚みが薄いとこう、どこまでいけるみたいなぐらい、あの、入れようと思えば入っちゃうんですよ。なので、流し込まないでいただきたいです。で、こう、キューティクル際ってどうしても、あれですよね、人間だったらポケットそんなに開いてないし、パカパカでこの筆が入るぐらいなポケット開いてないと思いますし、ちょっとキューティクル際の手前、もう 0.5 ミリぐらい手前で乗せて、ファイルで段差を取って、こう爪でカリカリした時に、地爪とスカルプチャーの段差って全くフラットなはずですよね。うん。なので、そういう作りがハンドでもできるようにやらないといけないかなと思うので、ちょっとリキッドがなかった。よいしょ。リキッドは、でかこれ。1リットル。はい。で、リキッド入れて、どうでしょう。今突然やったんでね、アクリル塾の会員さんも多分見てる方いらっしゃらないかなと思うので、後でオンラインサロンの方に配信します。はい。
でですよ、ナチュラルパウダーで、よし。いや今日雨ですね。こっちは台風ひどくないけど雨がザーザー降りです。もし会員さん以外でもご質問があれば受け付けますので、ぜひ何かしらコメントを入れてください。寂しいから。よいしょ。そしたらね、フォームもね、仕込んでいっていいので、あ、今手前に貼っちゃった。仕込んでいっていいので、相手のイエローラインに合わせて、あとはハンド君だとハンドのお肉の具合に合わせてスクエアカットにしたり、まあ、このシャレドアのハンドはですね、オーバルのままいけます。よしよしよ、いろ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 、はい、カーブつけて、でまあ5本分作っていって、まあ予備も持ってってくださいね。よしょ。そう、このねカットしたのも、まあ、最初慣れないと思いますが、でハンドってで固定の方法によっては、私も端から端までくっつけていないので、こう入っちゃいますよね。こうなんかどこまで入るんだってぐらい差し込めちゃいますよね。でも実際の人だったらハイポニキュームがあるので、いやそんなことはできないですので、自分でイエローラインをここだなっていう自分なりのイエローラインをちゃんと作って、でこうやってイエローラインにぴったり合うように、切れる練習をしないと、ハンドで合格しても多分人でできない人になってしまう、まあ、1級合格した合格書もらって満足するわけじゃないと思うので、その後にお客様に提供できるレベルにならないとね、なんか取る意味もったいないですので、うん、そうね、イエローラインもちゃんと意識して切る、ハンドで、いや本当ね受かっちゃうんだよな受かっちゃうんですけどね。例えばもうこのまま入れちゃう、なんか切らずに、なんか深くまで入れてしまえみたいな感じで入っちゃうけども、本当は入らないのでってことですね。うん、合格したその先も、うん、見つめて練習していきましょう。でどこまで乗せていいか問題ですよ、今日言いたいのはで最初にサンディングしますよね。でサンディングするときに、まあそうね、試験だったら試験中に浮かなきゃいいのでね、言ってしまえば、なのでスポンジでもバーってサンディングして乗せちゃう人もいるかもしれないですけども、人でやる場合はやっぱりそれなりのサンディングをしないといけないですので、180グリットのウォッシャブルか240グリットのウォッシャブルで、サンディングをしていきます。もう慣れてる方はマシンとか、検定はダメですけどね、サロンワークだったらマシンでする人もいると思います。でマシンでする、ファイルでする、どっちでもサロンワークだったら構わないですけども、この例えば検定試験の最初って手指消毒から始まってサンディングがありますよね。でこのサンディングをした時にファイルが当たるゾーンってもう答えが出てますよね。キューティクル際のどこまで流し込んでいいかじゃなくて、このちゃんとキューティクル際が傷つかないように親指でホールドして、でちょっと下げて、このファイルの角が見える角度で相手のキューティクルをこう傷つけないように、親指と、こっちは中指かな私は、で守りながらサンディングをして爪の全体のツヤをなくしていきます。うまくいかないなという人はこうやって縦に入れてもいいですよ、キューティクルを切らなければ。はい、でこうやるとそれがファイルが当たるゾーンですよね。なのでファイルが、まあ、どこまで当たるかなっていうのは、今サンディングできたゾーンまでってことです。なので今なんだろう、こう光の具合でちょうど
今ねスポットライトみたいなの当ててんですよ。なのでだいぶツヤツヤに見える部分があると思いますが、今ペンで書くと書かないでね、本番はちょっとうまく見えないかな。だいたいこのハンドでいうとキューティクル際のまあ1ミリ手前ぐらいです。なのでキューティクル際のキワッキワまでミクスチャーを入れたらファイルで段差が取れなくなってしまうので、流し込みすぎに注意しましょうというお話です。で、消えるかなこれ、消えないかな、あ、消えたけどちょっと横が汚れた、取れないかな粒が入っちゃって取れませんね。そこ入っちゃうんですよ。本当は入んないですよ、はい、じゃあ作っていきましょう。で、指曲げてで、このお客様だと思って施術をしてほしいので、そう、徳永先生ありがとうございます。そうそう、ツヤがないところまで、サンディングできるところまでにしないとです。で、フォームをはめる。で、なんかはめづらいですよね、あのハンド君にフォームはめるときって。なんか言うこと聞いてくれないなと思うかもしれないですけど、それは全然お客様というか人も一緒で、自分の都合のいいように相手は手を出してくれるとは限らないので、なのであのなんていうのかな、自分で誘導しましょうね。はい。で、ハンドの練習の仕方ってね、いろいろあると思うんですけども、私はあんまりこう固定しない方がいいかなと思ってます。アームくんとか、こうハンドをこうガジってクリップで挟んで固定するような台があるんですけどね、そういうやつに挟んで練習しちゃうと、あの動かせなくなっちゃう。フォームはめるときはなんかはめやすい気がするかもしれないですけども、この後アプリケーションするんだったら、フォームはめた後はアームくんから外して、ちゃんとアームレストの上に置いて、お客様と同じ姿勢で、練習をした方がより現実的ですので、はい。で、あとはね、いろいろあるんですけどこうハンドでね、今こうやって練習したりするときに針金がなんか言うこと聞かなくなっちゃって、すごい指が下がったままフォームつけたりすると、この指が下がったままフォームつけると結構そのまま下がりがちだったりして、後で見るとおやおやびっくりみたいなことにもなってしまうので、指がこう下がったままフォームつけてもダメじゃないけども、ちゃんとこう最後指をまっすぐにしてみて、ちゃんとこのフォームが正しくついてるかなとか、そういうのを確認して大丈夫だなって思ってスタートしましょう。この時点でフォームが例えば下がってる、曲がってる、歪んでるとかいろいろあれば、まずここで修正しないと、フォームが歪んだ状態で上に何を乗せても歪みしか出ないので、ここでまあ妥協しないというか、ちゃんとチェックをしましょう。はい。うん。なのでね、フォームの歪みとか下がり上がりとかそういうのには、まあ、自分で気づけないといけないのと、あと意外と起こりがちなのが、ここへこみやすい人多いんですよ。あのピンチ入れれなくても、なんかちょっとフォームタイトに絞っとけばなんとかなるかなって思いがちで、でここをなんかくびれさせちゃうというか、へこませるぐらいやると、仕上がりがね、あの裏返すと思いっきりなんか裏側がおかしいぞみたいなことになりますので、そうじゃなくて、ここには変な、ミクスチャーが乗るところには、乗らないところはちょっとシワ寄ったってまあ問題ないですけども、ミクスチャーが乗るあたりには決して乗せないように気をつけましょう。はい。ちょっと上から映そっかな、いや横どっちがいいんだろう。でもね、いつもねあれなんだよな、あの私オンラインサロンでもだいたい上から映してたりするので、じゃあ今日は横から映しましょう。
で机が散らかってんのがバレるっていう話なのでちょっとそーっと片付けようかな。はい、で検定試験のこの練習をするときはもうあとに1ヶ月ですよね。あと1ヶ月なので、この机の横にこういうちょっと今乱雑ですけどね、ちゃんと皆さんトレイを置いて、トレイの中にセッティングをして、こういろいろいちいち戻しながら、練習しましょう。結構なんかバンってやる癖があるとやっぱ本番でもやってしまうので、こういうウッドスティックはちゃんとウェットステリライザーの中に入れるとか、まあ、文房具持ってっちゃダメとかファイルをファイル立てにしまうとか、そういういちいちの行動をね癖づけて、あの本番同様のセッティングで練習していただいた方がいいです。やっぱ普段からトレイがない人ってちょっと不安です。私は見てると本番できるのかなって思うんでね。はい、よし、じゃあ行きましょう。うん、いいかな。でこの時もここで完成形が描けてないと良くないですよ。あ、ありがとうございます。今の角度分かりやすい。あ、いいっすねじゃあ今日は横でお見せしていきます。で特に、ね、右利きの人って左側が苦手だから、ちょっと参考になればと思います。で、あ、今何を落としたっけ。いや忘れたなはい、そうそう、今テーブルセッティングでちゃんと行ってないけども、アームレストにはタオル巻く、下にもタオル引く、でその上にペーパーシートを引いて、手ね、分かりやすくじゃないや、本番同様に練習してください。あ、そうだそうだ、思い出した、この完成形がイメージできてないとって話なんですけども、まずね、自分が作る長さを明確にしましょう。あの例えば3マス分で作ろうとか4マス分で作ろうとか、検定の規定は5ミリから1センチの間であれば、5ミリで7本作ってもいいし、1センチで7本作ってもいいし、まあ、7ミリで全部作ってもいいしっていうことなので、バラバラが良くないんですね。なんで5ミリ、ここは5ミリ、あそこは1センチとか、バラバラなると、あの統一感がなくなって、ハイポイントの位置もいちいちずれるしってことになるので、統一感を持たせていきたいので、まず自分が仕上げるこの長さを決めましょう。でまずね、何かしらの指が基準になるので、例えば1本作ったらもうそこが基準になるので、前と同じ形、長さ、ハイポイントの位置っていう風に、まず自分が基準となるとこを作っていただきたいので、私はスカルプチャーだったらだいたい中指から作っていきます。で中指が絶対じゃないですからね好きなとこから作ってもらっていいですよ。でその前に、私は基本チップオーバーレイを作ってます。なのでチップオーバーレイを作ったら、もうそのチップの長さが決まってますよね。なので最初に作った反対側の手がチップオーバーレイがあるんだったら、そっちのチップオーバーレイの指にこっちの長さを合わせていってほしいので、なので、うん、じゃあ今日は仮にこの3マス分で、ちなみにフルーリアのフォームだと 7.5 ミリです。で削った後に7ミリぐらいにしていこうかなと思うので、3マス分プラス 0.5 ミリぐらいの感じで、8ミリで作って1ミリ削って最終7ミリに仕上げていこうかなって感じなので、まず長さをここまで作るぞっていうのを見つけてくださいね。はいで、あともう一個、もういっぱい言うとなんか時間がなくなっちゃいますけども、そのメモリで覚えないでほしいんですよ。なんか S までとか M までとか L まで、 L の人いないかなそういう風にアルファベットで覚えちゃうと、最後このフォームの切り方とか入れ方によってこのメモリの長さは全然違ってきますので、イエローラインから何マス分っていう感じでちゃんと見てくださいね。はい、じゃあ作りましょう。トントントンで取って粉落として、1、2つるんってなりました。置きます。筆を裏表拭いて、ちょっと上に持ち上げて、自分が作りたい長さよりもこの時はちょっと短いぐらいになってないと、
めっちゃ長くなりますからね。なので M のちょっと先で今作ろうと思ってるので、ちょっと短めにしてます。はい、じゃあそしたら、サイドストレートに運んでいきます。サイドストレートで、こっちもストレスポイントまで運んだら、長さを出したい。長さとサイドストレートにつながる、このフリーエッジとサイドストレートにつながる角を作っていくので、真ん中からハの字に持っていく。はい、で長さをしっかり押さえたら C カーブを確認する。 C カーブ確認したら、厚みの厚い方から薄い方へポン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 って、やみくもに押すんじゃなくて、厚みの厚い方から薄い方に送っていく。でサイドストレートもう一回ピシッと確認をする。でこの時フォームの目盛りよりもちょっと下がって作らないと、ピンチした後にサイドストレート上がってしまいますので、今ちょっと下げて作ってますよ。このメモリよりね、フォームのメモリよりも下げて作ってます。1ミリぐらいかな。はい、うん、横からこんな感じで、そしたら2ボール目です。で2ボール目がここがね、ここから今日は伝えたいところなので、どうしよう、このまま行く、うん、このまま行こうか。で今ねこの速度で作るとピンチ入んないので、ちょっと一旦詳しく解説します。で2ボール目って本当わかんないですよね。最初どのぐらいの量が適切なのか全然わかんないと思うので、なのでなんかこうやって横から見るとちょっと想像つきません？こんぐらいかなみたいな。でちょっと横からワンクッション置いて、あ大丈夫だなと思ったら置けばいいし、少なかったらまあ後で足してもいいですけどね。で逆に多かったら、これは多いわっていう量を今取ったので、多いなと思ったら取り直してもいいし、こうやって半分捨ててもいい、ペーパーで切って半分捨ててすぐ置いてもいいので、自分の、まあ、技量に合わせて取り直すか捨てるか、後でピンチの後に後で足してもいいしっていう感じで、はいいろんな方法がありますよね。なのでまあとりあえず闇雲に、なんかわかんないって思いがちなんですけども、ちゃんと横からこうやって見たら、いやいやこれは多すぎるでしょうとか、少なすぎるでしょう、へこむでしょうとか、大体わかるから。で大体でいいです。そのぴったりなんて私もわからないので、大体の量でいいので、すんごい多くなっちゃうとかじゃなければ乗せましょう。で2ボール目の量の調整がうまくいかなかったとしても、3ボール目で調整できるので、3ボール目は固定された量とかじゃないです。2が多かったら3をちょっと減らす、2が少なかったら3でかぶせて、リカバリーするっていう風に3で調整できればいいので、2はそうですね、まあ多すぎるか少なすぎるかどっちがいいかなって言われたら、多すぎるよりも少なすぎる方がまだマシ、3があるからですね。で2がね多すぎると、この1の上に思いっきりかぶりますよね。で思いっきりかぶると、せっかく1ボール目きれいに作ったのに2がかぶって分厚くなってピンチ入らない、なんかピンチ入れる時に下は固まってんのに上はぐにゃぐにゃで押せないとかっていう風に悪循環が待ってるので、とりあえず2ボール目多いか少ないか自分は自信がないなって思ったら、じゃあちょっと少なめを選びましょう。はい、そんな感じで。ありがとうございます、あやさん。フルーリアの黄色、あ、よかった。いや、私黄色派なんですよ。黄色とね、グリーンもあるんですけど、私はちょっと腰のある黄色い方が好きですね。はい、じゃあ2ボール目一旦乗せていきます。で、2ボール目乗せるときは、こうやってどうかなチェックして、OK と思ったら、イエローラインのすぐ下に置いて、で、このキューティクル際のここわかるかな、段差を潰しながらサイドに運ぶ。でサイドに運んだら、ここちゃんと見ながらつないでくださいね。こう段差をつなぎながらサイドに運んで、ちゃんと見て運ぶ。ここで
結構なんかビヤってはみ出しちゃう人多いんですけど、多分見てないかったり、筆圧が悪い見本しますよ。悪い見本するとこういう感じ、ほうきで吐くみたいになると全部前に行ったり、ここの筆圧でこうやるとサイドにもりって行ったりだとかするので、自分のその筆の角度、筆の角度とか、そうね、この引き方圧、まあ、見ながらやればやっちまったなってのはすぐわかるので、見ましょう。なので再度引くときはちゃんと横から見てないと、上から見ただけでなんかこうダンダンダンって潰してえいえいえいって引っ張ってると、さっきのこれをやっちゃってると思うので、心当たりある人はぜひそういう部分を改善しましょう。なのでハイポイントが仕上がりの時にやたら中央よりも前に来る人は、筆使いが基本こうほうきで吐くみたいな感じになってしまってるので、全部なんかいてほしいとこにいなくて、前が前がってなっていくので、まずまたこれでピンチ入んないとかってなるので、こういうブラシワークはしないように気をつけましょう。はい、で今ちょっと悪い見本やっちゃったので、こういう人多いでしょきっと。なんかこうなる人、ブニャってなる人、なんか3ボール目と2ボール目の間がやたらうにゃってなってる人、多分筆圧だったり筆の角度でやっちゃってる、えぐっちゃってるって感じです。なのでね、そう必ずおかしくなるからには何か理由があるので、こうオンラインサロンだと動画配信してますので、動画をもう本当完全コピーするぐらいの気持ちで、筆の角度はどうかな、何回触ってるかなとか、あとは筆のどの辺触ってるか、筆先でやってるか、この真ん中あたりでやってるかとか、あとまあ硬化速度があるんでね、時間も大事ですよね。で今ちょっと2ボール目はちゃめちゃになりましたが、3ボール目もちょっとこうはちゃめちゃなんでどうなのって感じですけど、3ボール目の乗せ方をご紹介していきます。でナチュラルパウダーだと多分どこまでその乗せていい問題が分かんないと思うので、あえてのバーチャルベージュ、こう検定でやったら失格になりますからね、ダメですよ。なのでちょっとここはどこまで乗せていいか問題をまずお見せしていきますね。でこれもプルンって取りましょう。プルンって取って横から見てどのぐらいの量かなって見ましょう。ちょっとこれはなんかもうどうしていいのか分かんないですけど、はい、じゃあちょっとこの後ね、もう一回真面目にというか最初からちゃんと作り直しますので、乗せ方だけと思ってみてください。で乗せるときに指は皆さん下げてますか？指下げないとサイドに流れてしまったり、キューティクルに流れてしまったり、流し込む気はないのに流し込んでしまったりしますので、ハンドってどうしてもなんかまあやりづらいというか、なんか変に固定したままやりがちだったりするので、ちゃんと指を下げるって言われたら下げましょう。でアームレストに乗せたまま下げると、いや地面につくしってなってしまうので、ちょっと力いるけど重いけどね、こうやってちょっとこうアームレストから軽く浮かして下げるぐらいの感覚ですよ。はい、はい、そんなこんなでこうやって、さっきサンディングしましたよね。サンディングしたところまで綺麗に、これでライン取りしましょう。これで終わり、ライン取り。で、その後、サイド引いて、で、サイドから真ん中の方へ、サイドから真ん中の方へ。で、こう、今、私も同じ角度で見せます。横から、このアーチロケーションが、綺麗につながるようにこうね乗せていく。でさっきやっちまってるので、もうつながないですよ。はい、まあ、ちゃんと2ボール目を前にこう持っていかなければ、ちゃんとここ2ボール目がいてくれるので綺麗なアーチロケーションがつながるはずで、どうかな、伝わったかわかんないですけど、キューティクル際のまあ手前、サンディングが届いたところで、このミクスチャーを止めてますよね。で段差というかもうただ
本当誘導するぐらい、なんか潰さないでほしい。ミクスチャーはもともと丸いので、レベリングを潰してるのは自分自身なので、どこにしようかな。人差し指後で使うから、こうちょっと今変になったけど、ミクスチャーって丸いドーム状になるはずなので、丸いドーム状のものを筆でこう押せば押すほど崩れていくんですよ。なのでこういう押さえ方ではなくて、丸みを取っておくようなやり方をしていただきたいので、こう置いたらですよ、置いたらこうキューティクルエリアをこう、まあ誘導するぐらいです。本当チョンって触れば行くから、うん。でそれでサイドが流れないでほしいので、こうサイドこう筆をまっすぐじゃなくてちょっと普通目のカーブに合わせて横向けてサイドをつなげて、でこっちも爪のカーブに合わせてこういう風に筆まっすぐじゃなくて横斜め横向けてこうつないで、であとはこの丸みを崩さないようにつなげてっていう繰り返しになりますので、この3ボール目、まあ、2もそうですよね、2ボール目3ボール目のレベリングを壊してるのは自分の筆なので、まあ、ブラッシュワークちょっと違うんじゃないかなって、まあ気づくきっかけになるといいなと思います。はい、じゃあちょっとここからもう一度連続でやって、ピンチ入れて削ってっていう一連の作業までやっていきますね。はい、よいしょ。今ねアクリルで固定してます。クリアのミクスチャーで固定をしています。1球でやっぱピンチ入れたり削ったりするので、まあ、両面テープの固定はさすがになしかな、私的には。アプリケーションだけの練習だったらまだ両面テープでこうパッて外す練習してもいいですけども、本番はさすがにやめた方がいいです。はい。で、このハンドの仕込みもちゃんと10本チップをつけて、左右の長さをこう、こっちは全然まだ残骸が残ってますけど、こうやって左右の長さも比べて中指 OK 人差し指 OK って感じで全部確認していきましょうね。はい、でサンディング、じゃあ今度は240でやろうかな。ハンドのキューティクルエリアが傷つかないようにちゃんとこう親指で守る。サンディングのこう際を行うときは指をちょっと下げる。で、地爪が薄くなりすぎないように、もう本当傷がつけば OK なので、余談ですけど、これは今使ってるチップは、スペースネイルのプライマリーチップなので非常に薄いんですよ。もともと薄いので、全然余裕でピンチも入るので、本当軽いサンディングで全然構わないですけども、中にはめちゃめちゃ分厚いチップとかもあると、なんかもう物理的に曲がんないんじゃないかっていうぐらい分厚いチップもあるので、そういう人はわざとこう薄くするためにね、本番サンディングしないといけないので、本番ちょっと強めにサンディングしてチップの厚みを薄くしてっていう方も中にはいらっしゃるかもしれないですね。おいしょ。はい、ではあと筆がね膨らんでいたり傷んだまま使ってる人も結構多かったりするので、筆がすんごい傷んでたら、まあ洗うなり、なんかこう横から見てやけに膨らんでんなみたいなやつは、多分ねミクスチャーがなんか固まってますどこかしらで、あと割れちゃう人とか、あとどうでしょう、
なんか言ってると進まないけど脱ペンディッシュに立てかけとくのはやめた方がいいですよ。一瞬ならいいですけど、なんか練習の間でこう30分ずっと立てかけておいたまま置いとくとか、筆に変な癖がつくのでやめましょう。特にデザインスカルプチャー用のちっちゃいアクリル筆を脱ペンディッシュに立てとくみたいなことするともうあっという間に一発でダメになっちゃうかもしれないので気をつけて。でもね、慣れてる人はこうやって事前にサロンワークの時にまあこんなことはしないんですけどカーブ事前につけてなんてことはしないですので、まあ、慣れてきたらこんな作業は全然省いていってもらって構わないです。一級受ける時には、まあ、できる限りの仕込みは本当1秒でも大事にしたいと思うので、まあ、切って裏張りして、カーブもつけてもうはめるだけみたいな、あとここもね切っといた方がいいかな、ハンドだったら、うん、と思います。で、このフォームの持ち方も大事ですよね。フォームの持ち方はもう元々綺麗なカーブ作ってるので、できるだけ触らないようにしてます。できるだけ触らないように、なんか爪の上に置くぐらいの感じで、ここでもうギューって持ってる人はちょっとそうね、そんな力はいらないので、本当ふわってただ乗ってるだけ、この爪のカーブをこういう風に相手のフリーエッジにかませて、でまっすぐなったなっていうところで親指をスライドで、こちら側を固定したまま下お見合いさせます。ほんとちょっとくっつけるだけ、ちょんってくっつけて、あとは、適正な大きさの C カーブスティックを入れて、で筒を左右対称にしていく。でここの下のひらひらの部分はどうですか。ここをねくっつけ、へこまないんだったらくっつけていいし、ここもギューってくっつけようとするとこの辺が折れてきますので、折れるんだったらちょっとやめたいですはい、あとなんか気合が入りすぎてこう持ってる時にねへこましちゃう人もいますよね。で、へこんでしまったらこうやって中から膨らましてくださいね。はい、なんかあーだこうだ言ってるうちにリキッドが減りましたので足します。よいしょ。一級受ける人います？見てる方でいたらぜひコメント入れてください。で、何か、あ、違うか、大丈夫かな。今突然ドアが開きましたよしし、し、じゃあね、連続でいきましょう。私なんか話の途中でした？大丈夫かな。いいか。で、今ここの気温は25度ぐらいです。25度設定なのでちょっとまあ高め、どうかな。で、湿度が今日高いんでね、なんか効果も早く感じます。あ、ガガちゃんさん今後受けたいので、はい、ぜひぜひ。そうで、タイマーを見ながらやる癖もつけた方がいいです。なんか降下速度に自分が追いつくしかないんですよ。なんか検定試験の会場だったらみんな同じ会場でねやるので、まあ、暖房の近くとか、まあ、暖房入れないかな、10月だからわかんないけど場所によってちょっと温度差はあるかもしれないですけども、普段からなんか自分で今日はこのぐらいの気温でだったら、あ、このぐらいの速度でいけるなとか、逆にすごい寒かったら、あ、全然固まんないなとか、めちゃめちゃ30度とか暑かったら、いやいやこの速度は無理でしょみたいな感じが分かってくるので、なので、練習するときにちょっと気温とか、あとこうタイマーをつけて、そうね、どのぐらいというか、
自分は今日のこの気温でどのぐらいで、クオリティで作れるのかなっていうのもある程度知っておく必要があります。結構10月の検定試験って肌寒い日とかがあって20度切っちゃうみたいなすごい寒い日だったり受験する日がだったりするとなんか流れてしまっていつも作れるはずなのに作れなかったとか、そういうまあ事件が起こったりするので、冬場に受験される方まだいいかなとは思うんですけど、去年12月にネイリスト検定1級があったのでその時はみんなコントロールリキッドを買ってましたね。さすが12月だとめっちゃ寒くてもうなんか努力ではなかなか難しいって感じだったので、そういう時は気温に対してちょっと、だれてどうしようもないなっていう時はまあ、フルーリアはもともとだれにくいんですけどね。なのでリキッドに対してちょっと数滴入れて、だれにくいというか効果促進剤になりますのでピンチまでの時間をこう短くしてくれるのでピンチ待ちの時間長いと次に進めなくてどうしようって人も多いと思うのでって感じです。2ボール3ボールはナチュラルがおすすめですか？まあ、ナチュラルで作るのが最も難易度が低いです。あのナチュラルピンクで作ったら綺麗ですよ。コンテストとかなんかそうだな何か順位を争うような時はナチュピンで行った方がいいですけども一級の検定試験ってまあ誰かと争ってるわけじゃなくて合格基準を達すればみんな合格するのでなのでそういう意味で難易度は変に上げなくていいかなと私は思ってるので全部ナチュラルで教えることが多いです。ただなんか余裕がある人はナチュピンとかで行ってもいいしナチュラルクリアで行く人もいると思います。なんでナチュラルクリアで作るとかナチュピンで行くんだったらそれこそフレンチみたいにイエローラインに沿ってある程度綺麗に作らないとちょっとなんか境目おかしいぞってなりかねないのでって感じですね。はい、じゃあ行きましょう。ピットントン粉落とすで、フォルムはもう把握しているはず、今。自分が作りたい長さはどこかなって今見ながらミクスチャーを置いたし、この縮めてますよね。なんかよく私などの長さになるかわかんないです、作るまでっていう人は、まあ、決めてないだけなので、自分はこの長さで作るぞっていうのをまあ決めてください。で、今だれなくなったので、ストレスポイントに広げていきます。で、こう画面で見てたりするとどうかな、でも今皆さん見てる人は多分スマホで見てるかなと思うのでそんなに動き大きく見えないかもですけどパソコンとかね大画面で見るとめちゃめちゃすごいでかい動きをしてるように見えるんですよ。でも本当ちょっとですよ。あの押し方もめちゃめちゃソフト、あの ミクスチャーがへこまないように誘導してます。へこまないように筆跡がつかないように誘導してます、はい、で C カーブの厚み見て厚みの厚い方から薄い方に送って、うん、で今1分半ぐらいですね。なので1分半でここ駆け抜けれるんだったら多分全然余裕です。でなかなか一級受ける方でねそこまでそんなに早く作れないと思うので、まあ、最大限かかったとしても2分までだと思った方がいい。2分過ぎるとピンチに影響がきます。なのでちょっとあえて2分まで待ちますね。2分までかかってもいいよってこと。はい、じゃあ2分になるので2ボール目いきます。待たなくていいですからね、できる人はね。で2ボール目横から確認して OK と思ったので置きます。置いたら筆を平べったくして段差を潰してここ丁寧につなぐ、段差をこちら側も潰してで反対側丁寧につなぐ、で2ボール目を1ボール目につなげるときは多かったらあっちに押してキューティクルの方に、で今2ボール目から1ボール目につなぎましたがここで下り坂をつなぐように引いてるはずですよね。はい、で大体30秒ぐらいで乗せてほしいです。で次3ボール目に行きましょう。指を下げて、
キューティクルのライン取りをして、でまずサイド引く、こっちもサイド引く、これで流れなくなったはず。なので指の角度を元に戻して、でサイドからサイドからこう引いていく。で真横からアーチロケーションを見ながら、まあこうね、ほうきで吐くみたいにしないで、ハイポイントちょうど真ん中に来るかな、大丈夫かなって。でちょっと段差気になるなっていう時は軽くですよ、押さえてもいいです。ただこの時になんか筆をめっちゃ奥まで流し込まないで、パイルで段差が取れるとこまでにしてください。はい、でこれで今3分半ぐらいですね。ただ早い人だったら3分ぐらいで終わるんじゃないですかね。うん、で限界点としては4分ぐらいじゃないですか。1ボール2分、2ボール3ボール、まあ、1分かかないでほしいですけど、1分1分かかったとして4分ぐらいで筆を離してほしい。いつまでも触ってるとリキッドがべちゃべちゃで、触るとなんか寝ちゃうみたいな、糸引いてうわうわうわってなるので、そうですね。で今4分になったので、まあ、4分ぐらいが限界点というか、ここまでで3ボール目終わらせられる人になりましょう。はい、じゃあ今度ピンチ入れていきますが、まだね触れないです。まだ触れない。なのでこの間は例えば、何本か作っていたら、まあ、あと反対側のね手を見て、へこみがあるんだったらへこみに足してもいいし、ちょっと反対側の手のフリーエッジを削り始めてもいいし、1本飛ばしてでこっちのフォームをはめてもいいしっていう感じで、効率よくこのピンチ待ちの間を何かしらやってください。でもちろん例えばコンテストとか出られる方だったら、そのピンチ待ちの間に次のアプリケーションをした方がいいですよ。はい、ではでは C カーブスティックを選んどきましょうね。まあどっちかなって思って、うん、で効果熱が出てきて爪で叩ける音が出てきたらピンチを入れましょうっていう合図なので、フォームを外して、あー四角になっちゃうちょっと見せれないわ、ここ真上からちょっとかぶっちゃいますが、そうね、この C カーブスティックと指がこう延長線上につながるようにして、でネイルベッド固まったかなってチェックしてください。2ボール目まだ音が出ないので、まだじゃあストレスポイントピンチ入れない。で1ボール目のこの C カーブのここ隙間、 C カーブスティックとこのフリーエッジの隙間がここで空いていたら歪んでるってこと、ヘの字に歪んでいたり、ちゃんとこの幅になっていないってことなので、で今2ボール目がカチカチ言い始めたので、今度は2ボール目のこのストレスポイント部分にピンチングをしていきます。でピンチするときは、ここ上からいきましょうか。ピンチするときはですね、この真上から見て、キューティクルの幅とこの幅どこキューティクルの幅からずっと同じ幅になるように入れていきます。で今ねこのキューティクル際ですよ、それこそこのサイドウォールの側走角の部分にピンチ入れてますけども、ここは検定試験だったらちょっとなんか入れちゃおうかなって感じなんですが、お客様だったら結構この側走角の部分締め上げるとめちゃめちゃ痛いし剥離の原因になったりするので、まあ、あんまりねやめた方がいいですよ。はい、うん、まあ、これでピンチが終わりです。だいたい同じというかキューティクルと同じ幅になるように作りましょう。はい、でもう一回横から見ていただいて、でそうね、こう削りに行くときにこのサイドのこの辺をなんか幅めっちゃガビガビに作ったり、薄皮なんかガビガビがついてたり、皮膚にめり込むぐらいはみ出してたりすると削りがすごく大変なので、できるだけ完成形に近いように爪幅でできるだけ作れるようにしてほしいし、ハイポイントが今このちょうど全長の真ん中あたりかなに来るように作ってます。アプリケーションでこうなるといいですね。削りが少なくなるといいと思います。は
はい、うん、でこう伝わるかな、わかんないけど、触んないとわかんないですけどね、できるだけ滑らかに、もう本当にここでなんか芋虫みたいに3ボール目、2ボール目、1ボール目みたいになってると、なんか間足さないといけないし、でも足したら最後めっちゃ分厚くなってまた削り大変になるしっていう感じになるので、そうですね、こうジェルコートしたみたいにこう表面ツルツルのすべすべになれるように引くタイミング、まあ、それはもうちょっと時間の問題がだいぶ出てきますので、自分のタイムどうかなとかってね思ってください。はい、じゃあようやく削りましょうかね。削り、なんか今回あれですよね、2級3級がね抽選になってしまって、うちのスクールの生徒さんも一人抽選に漏れちゃったというか1月になっちゃった方がいて、1級は抽選なかったかな。うん、いや本当なんかね、せっかく準備してたのに悲しい感じです。モチベーションが下がらないといいな。はい、じゃあね、そしたらファイルはまあこれも人によって使うのってね変わりますよねって感じですけど、まあ、大体基準としては180グリットと240グリットがあればいいかな。150とか100とか持っててもいいですけども、100グリット使うなんていう事態にならないぐらいのアプリケーションをしてほしいなっていうところが、まあ、正直なところですね。はい、でまだ厚みがあるので最初は、このフリーエッジから削っていきます。でフリーエッジ削るときにも必ず、まあ、アプリのときもそうなんですけどね、中心線を見失わないでください。自分の中で中心線を見失うと、もう何がまっすぐなんだかわからなくなってしまいますので、中心線はどこかなっていうのをまず絶対に見失わないようにして、中心線に対してこう垂直にというか90度に当てていく。で厚みを見て、厚みを見たら中心線と平行にサイドシェイプ、こっちも中心線と平行にサイドシェイプ入れて、まあ、ちょっと厚みがね今右左左右差ないかなってやってます。で結構勘違いしてるのが、これをこれこのまっすぐするファイルをやるとまっすぐなるって思ってる方がいて、ここまっすぐなんないですよ。ここまっすぐいくらやったってここの厚みがどんどんなくなっていくだけなので、まっすぐなるまでこれをやりましょうとかではないので、厚みが許すところまでサイドシェイプを入れます。でその後サイドストレートになりますので、サイドストレートもね、自分が出したいサイドストレート、この角度だなっていうのがあれば、その角度のまま入ります。なのでなんかここから削ろうかなとか、なんか変なファイルの入れ方しません？なんかここだけ削ろうかなとか、ここだけ削ろうかなってなりがちなんですけど、そうじゃなくて、自分が出したいサイドストレートの角度で、そのまま入れば、その直線になるので、爪幅と繋がったところでも終わりです。ただここで今ね、厚みを削ってない段階で完璧にはならないので、まあそうだな、だいたい 90% ぐらいの仕上がりというか、また後で表面削った後にアウトライン、あとの 10% はまた後で整えようって思ってちょっと余力を残しておいてください。ここで超絶完璧にまっすぐにしようなんて思わないで。うん。はい。で、アウトラインが今終わりましたので、今度表面削っていきます。で表面削っていくときにも一旦こう全貌を見て、なんかわからないまま闇雲に削ってしまうのが一番良くなくて、例えば今この C カーブ見たら厚みの左右差あるかなとか、厚みの左右差があるんだったらどこを基準にして厚みを合わせていくのか、薄いところに合わせていくしかないですよね。でここでやばいな、 薄すぎるわって思ったら足してください。早めに足すこと、
で、なので私は今ちょっと真ん中がいいかなと思うので、真ん中を基準にしてこの辺ちょっと厚みを取っていこうかなっていう感じなので、あとハイポイント見たら、ハイポイントの移動があるのか、まあ、ちょうど今真ん中あたりなので、まあ、そのまま削っていけばいいなとか、そういう、こう見通しを立てる、なんか計画表みたいなのを立てて、でどこをどう削っていけばいいのかっていうのをもう5秒ぐらいで判断してください。でまず削っていくときにこうキューティクル際の段差を見るというか爪入れてください。爪入れてみて、あ、こんだけあるんだったら180スタートだなとか、いやいやもう全然上手にできたなと思ったら、じゃあ240スタートでいこうかなとかっていう風に、そこは変えてくださいね。はい、ではではキューティクル際から削っていきます。ちゃんと親指で守る。でここはまずハイポイントまで、ちょっと待ってね、私の袖が邪魔だ。ハイポイントまでまずなだらかなお山を作っていきます。なだらかな山というか、まあ、アーチですね。で伝わるかわかんないけど、ストロークを長くしてほしい。ここでなんかこうやってる人が多いですかね。こうやってる人、一生懸命やってますっていう感じじゃなくて、ストローク長く滑らせるように、このストローク何センチ使うかがすごく大事で、ちょこちょこ削ってる人だとストロークが長い人の3倍当てないといけなくなるので、例えばストロークが長い人が100回で削れるところが、まあ、そのストローク短い人は300回やんなきゃみたいなことになってしまうので、このファイルがね短いなって気づいた方は、ぜひストロークが長くなるように持ち方とか、手の位置、結構持ち方こうやって持ってる人もいます。なんか真ん中あたり持っちゃってたりすると、いやここしか使わないしって感じになるので、ちゃんと持ち方、持ってる位置はファイルの端の方を持つ。で、あと薬指と小指は私ブランってしてるんですけど、こうやってるとなんか持ち方一緒に見えるけど全然使える範囲が違って、やっぱちょこちょこ削りになってしまうので、ファイルの持ち方もね、ファイルを使ってる時のこのストロークの長さ、かけ方、なんだったら回数も何回当ててんだろうって思って、見ていただくといいと思います。はい、でここで段差取れたなって思ったら次に進みます。なのでまあミクスチャーがね奥まで乗せすぎてたりするともう物理的にファイルが入らないので、乗せすぎ、流し込み注意ってことですね。はい、で今ハイポイントの部分をつなげました。ハイポイントの部分は言うても最初からそんな高くないので、そんなにあれですよ、力入れて削るんじゃなくて、なんか撫でるように厚みがなくならないように削る。で今度はハイポイントからこう下ろすように削っていきます。でこうやって削ってもいいし、ワンウェイでこうやってもいいし、どっちでもいいです。ただやりすぎないように見ながらね、やりすぎる手前で私大丈夫かなって見てください。で C カーブの厚みと相談しながら削っていきましょう。こう意識的にはハイポイントから下ろすように削っていったり、横に削る人だったらちょっとファイルをこうやりすぎないでほしいですけど、立てるような角度で入るってこと、うん、で今もだいたい厚み均等になってきたので、一旦こちら側からチェックして、こっちから見るとね、今まで見えなかったものが見えてくると思うので、あ、なんか表面の厚み違ったなとか、思ってもない場所がカクカクしてたなとか、そういう部分が見えるので、反対側から見て、でなおかつ大体終わった感じだけども、まだねなんか甘いというか、
こういう人結構いる。なんか膨らんでんなみたいな、なんかとりあえずまっすぐじゃなくてなんかもう一歩っていう時は、ここのまっすぐさが足りないんですね。でこのまっすぐさを出す時はファイルをまあどのぐらい削るかによって変えますが、まあ微調整なのでもう240に持ち替えますね。でサイドシェイプじゃなくて、サイドシェイプからこの入ったこの削りができるとまっすぐになってきます。でただこれをやりすぎると厚みが変わってしまうので、厚みの部分ではなくてここのわかるかな、ちょっとずつ倒して、でちょっとずつ戻して、でまっすぐなったかなのチェックをして、まっすぐなったらもう終わりでいいし、まっすぐなってなければちょっと真上じゃないなこれ、まっすぐなってなければまあ何度でもやります。振り打ち先に調整します。でこちら側もこれやってますか？一級受ける人、まあ、一級だけじゃないですけどね、ジップラップの時にもやってたり、あとは何でしょう、認定講師試験とか、まあ、コンペとかとりあえずまっすぐシャキンってやりたい人で、その後にこう横につなげて微調整していきます。でこの微調整をぜひね240グリッドでやってほしいです。ここでキューティクル際削るの苦手な人は見えてないんですよ、こうやって見せれないですよね、指まっすぐにして見せようと思うと、 ありがとうございます川添先生よかったそうそう、こう死角になっちゃうからうまくいかないんです。あ怖いなとか、もうほんと切っちゃったとかってなるので、親指で支えるだけじゃなくて、やっぱ見えないとか私も怖くて削れないですので、指をこうやって下げて、で親指で守りながらこう行くと、ちゃんと多分ファイルの端がこうギリギリ見えるはず、キューティクルに当たんないギリギリだよねっていうところをやってほしいので、なのでこうキューティクル際削るときはこうやって指を下げているはずですこうカリカリしてね、あ大丈夫だったなって、うん、そうそう、ここの話、今日言いたい話はここの話、奥行きすぎないでね問題です。うん、はい彩香さんありがとうございます。最初から見たかった。そう、またまたっていうかね、10月10日にまたインスタライブでやります。あの投資160分通しますオンラインの、スクール生というかオンラインサロンの、あと会員さんはズーム上で、そこでやりますので、インスタライブはまた別で私が通しながらやりますので、オンラインサロン入ってない方もぜひなんか一緒にやってくださいで、表面もう終わりかな、大体終わり、大体っていうかほぼ終わりで、そしたら表面というかアウトラインだ、表面終わったらこのアウトラインを整えてほしくて、でこのサイドのサイドってなんか多分あると思うなんかあると思うので、ちょっと硬いけどスキンダウン頑張れるんだったら頑張って、でウォッシャブルファイルじゃ多分入んないので、厚みの薄いエメリーボードみたいなやつ、何でもいいですよ入れば、これはなんかおまけのやつ、ネイルの日こうやって厚みがね、あんまり厚いと入んないんでね、ただ薄すぎると人間でここやった時に切れそうになるんで、薄すぎてもちょっと鋭利すぎて怖いんですけど、でここサイドストレート、右利きの人って左のサイドストレートはそんな苦手じゃないんですよ、なんか見えるからかな、見やすいからかな、こうちゃんと下から入れれるんですけど、右利きの人の傾向としてはこっちのサイドストレート取るのがめっちゃ苦手なんですよ、多分こうやるからです。上からやるとファイルがね、こうやって斜め向きやすい、斜めこうやって立ちがちってこと、
そしたら断面がいきなりこうバーンってこう斜めになっちゃうので、 C カーブの断面は理想を言うとこう地面と平行にしたいので、こうまあこう倒してもらえればいいですけど、それかそのこっち上からなんか上から入れないといけない規定なんてないので、あのこっちから入れたっていいですよ、下からこうやって。でその時にエメリーがしならないように人差し指を下に置いて、でこうやっていただくとしならないですよね。結構見てるとね、なんかすんごいこうエメリーボード当ててるのにめちゃめちゃしなりながらサイドストレートを当ててると、まあ、真っ直ぐにならないですよね。曲線のもので真っ直ぐになるわけないので、なのでエメリーでもいいし、まあ、どっちでも厚みが入れば何でもいいんですけど、人差し指をこのファイルの下に置いて、でこうやっていくとですよ、やっていくと、多分そのこういうファイルの角度違うじゃんっていうことにはなりにくいかなと思います。で、外れてた、ここもこう下からね、下から向きを変えると地面と平行にこの下からファイルを入れてる、うん。で、わかるか伝わるか、まあ、見える、これで見えるか。サイドストレートは手前のサイドストレートと奥のサイドストレートは平行です。アンマップにしたくないけどこう手前のサイドストレートをだけを見るんじゃなくて、こうやると、ね、向こう見えないですけど、向こう見えないよね、こうやったら向こう見えないけど、ちょっとこうやって行くと向こう側も見えますよね。なのでこっちのサイドストレートと向こう側のサイドストレートが平行になったのを必ず向こうも見てください。見比べないとここで右と左の、垂れ具合というか角度が違うんだったら、下がってる方が外に広がって見えるし、逆にサイドストレート上がってる方が先細りに見えてしまったりもしますので、気をつけるはい、じゃあ最後角いきましょう。で角取るときも大事ですよ、もう全部大事角取るときはサイドストレートを削ってたあの角度の続きを削っていきます。表面の厚みを取ってるんじゃなくて断面を取ってる感じ。このこうやって取ると表面の厚み取れたのに、あれの奥内側残ってないみたいになると思うので、心当たりがある人はねこうサイドストレートの角度でこう外側の角も内側の角もこう一緒に取れるはず。で最後はこういう風にエッジに、エッジに、うん、こういう風にフリーエッジに当たるはずですよね。はい、うん、はい、じゃあこれで削りは、よいしょ、上ってここかな、うん、一旦ファイルは終わりです。でここからツヤを出していきたいので、ツヤがですねやっぱり皆さん甘いのはキューティクル際とか、あと意外と爪先のこの辺が残ってるんですよ。みんな真ん中はツヤツヤだからみんな真ん中磨けるんですよ、何も考えなくても。なのでこの当たりにくいフリーエッジの端とキューティクルのキワキワまで、もう何だったら地爪ごと磨いてやろうぐらいの気持ちで、キワからスポンジも当てていただかないといけないので、このキューティクル際をまず削るときはこうやって指を下げて、よいしょ、際の際に皮膚を傷つけずに当てようって思ってください。なんかつぶつぶがいるな、あ、取れた。はい、で、ストローク長くしましょう。ストロークを長くこうなんかね密着させる感じ、ピターって密着させる。で全面当てる。でここが当たりにくいんでサイドシェイプを入れるような気持ちで当てて、で180を当てたらこれでなんか大きく横に走ってる傷ってもうすべてなくなるはずなので、こ
ここでなくなっていなかったとしたら、そうね、このウォッシャブルファイルの傷が取れてないってことなので、私は240グリット最後かけるので180のスポンジから入りますけども、例えば150とか180とかで最後仕上げてるんだったら100グリットのスポンジからかけた方がいいと思うので、ちゃんと傷が取れるように180までで傷が取れて、でその後220、280グリットで、はい全体磨いていきましょう。でここでですね、回数というか、もう本当左右差がないように当てていきたいので、なんかちょっとだけなんか回数も数えてます。123123とかこう左側は10回当てたら、じゃあ右側も10回当てるぞーみたいな感じで123456789101112131415161718192020って感じで半分半分、大体均等に当たるように、やらないと、右利きの人はあのこっちの削りが苦手なのにこっち得意なんで、こっちばっかり削ってこっちが削れないので、このハイポイントの山が真ん中よりもこっちにずれがちです。なのでなんか中心がいつもこっちにずれちゃうなっていう人は、まあ、単純にこっちからのファイルの圧が強すぎる、もしくはこっちやらなすぎなので、まあ、自分が苦手なストロークの方ほどちゃんと当てないと、まあ、当たらないというか削れないですね。はい、じゃあ最後、あれシャイナーちゃん、あったあった、はい、じゃあ最後シャイナーかけます。でシャイナーもね、いろんな種類があるので、アセトンシャイナーだったり、こういう普通のツーウェイシャイナーだったり、あとダブルシャイナーとか、どっちも白い面だったりとかね、まあメーカーによっては灰色もあるし、こういうグリーンもあるし、本当こっちが白いのもあるんでね、ちゃんとどっちかな、どっちから使えばいいのかなって把握しててくださいね。昔、今もう電車の切符買わないですけど、パスモとかスイカとか出る前に、電車の、あの乗る前に切符売り場で切符買ってた時って、あの切符の裏でね、爪磨くと光りましたよね。研磨剤みたいなインクが、あの黒いインクみたいなやつが爪の研磨剤になってくれたのがありましたけど、まあ、サロンで使わないですけどね。よいしょ、でキュッ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 って音が出るように力を入れてというか、そうですね、ここはちょっとしっかり密着させて当てていくようにしてください。よいしょ、チップオーバーレイは特にバリがね残りやすいです。あれ、なんか暗くなってきた。バリが出やすいので、このチップの裏側のバリが残ってないかなとかも気にしましょう。はい、でこの静電気があると、なんか表のダスト払ったら全部裏に行ったしってなるので最後お水でね拭いてください。フィンガーボール持っていくといいと思います。でエタノールでここ拭いちゃうと、せっかく磨いたのになんか多少曇ってしまう感じがあるので、チップオーバーレイの場合は特にこの爪の裏側のバリの残しとか、あとはこうキューティクル際のねダストみたいなのもちゃんとこういうブラシで取って行う。はい、うん、はい、こんな感じです。でどうかな、伝わるかわかんないですけど、こう自分でジャッジしましょう。こうキューティクル際に爪入れてみて段差ないかなって確認をする、
だいたい私は左手の親指でこう確認をして、これボコってなってたり、あとはなんかダストがやたらここに、洗っても洗ってもここの溝みたいなところに入り込んで取れない人は多分そこがねもっこりなっちゃってるんですよ。なのでダストが溜まってたりするだけで、なんかいやもう触らなくても段あるしみたいな感じで見えてしまうので、完璧に磨くとここ段差が全くなくて、ダストもたまらないし仕上がりも綺麗になれると思うので、ぜひここもチェックできるように頑張りましょう。はい、ということでこちらは、オンラインサロンの動画配信の方に保存していきたいと思いますので、アクリル塾ご入会の方いらっしゃったらぜひそちらを、ちょっと多分ね2時間ぐらいやってる？そんなやってないかな、1時間半ぐらいかな、アップロードするのになんか 2時間3時間かかりそうなので、ちょっと夜までぐらいにアップしたいと思います。はい、では皆さんありがとうございました。お疲れ様です。